フリックすごい得意なの でここはすごい鍛えてるので、手書きでも結構早くできます、ね、頭で漢字が先に出てくるやつはこうひらがなでこうフリックで考えるよりは漢字で入れちゃった方が早いなってすごい思いました。魚の名前こう読めない魚の漢字とかあるんですか？これ入れれば読み方知らなくても書けるなと思って行ったことのない住所とか読み方が分かんない住所もそのまま入れてここにいますみたいな言えるから、そうですね、あと名前も読めない方の名前とか便利ですね、フリックで入力するよりも、予測変換がすごくいい、すぐ覚えてくれるので、いつも使っている言葉は、最初の言葉を入れるだけでこう上に候補が出てきてくれるので使いやすいですね。一筆だけで書けて気持ちいいです。